ただいまから、敵基地攻撃能力保有の、閣議決定の撤回を求める市民集会を開始したいと思います。本日司会進行を務めます弁護士の坪田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。大会に先立ちまして、主催者側からのお願いでございます。本日のみんな集会ですけれども、主催者または主催者から許可を得た方以外の録音と録画はご遠慮いただきたいと思っておりますので、ご協力をお願いいたします。それではまず主催者大会挨拶といたしまして、会見問題対策法律家6団体連絡会所属の、自由細田団長の岩田健次郎弁護士から挨拶をさせていただきます。岩田先生、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。大阪からオンラインで参加させていただいております。岸田総理大臣はですね、今回の閣議決定について日本の安全保障政策の大転換である日米同盟の歴史上最も重要な決定というふうにています。もしまあそんな重要な決定であれば、国民の代表である国家に諮ることもなく勝手に決めてアメリカのバイデン大統領に報告に行く、こんな勝手なことは許されないと思います。またテレビ新聞の報道も防衛増税の是非、そういうことを中心に報道していますけれども、問題は敵基地攻撃ができるようなトマホーク、そういうものを大量に購入するっていうこの軍備の拡大自身が問われるべき問題だと思います。私たちが運動を強めて、やっぱりこういう報道のあり方もですね、変えていく必要があるというふうに思います。私たちは弁護士が所属をしております日弁連も、昨年の12月に敵基地攻撃能力の保有に関する意見書というのを発表いたしました。そこではこの敵基地攻撃能力の保有というのは憲法9条違反であるということを明確に指摘をしておりますし、結局のところやっぱり近隣諸国との平和的な外交関係を構築する以外に方法はないんだということをまあ訴えております。しかし現に進行している状況を見ますと、沖縄や南西諸島にはもう中国に向けたミサイルを配備するなど、アメリカ軍に軍事要塞としてまずもう提供するというふうなことが始まっています。今日本は戦争する国になるのかどうかという岐路に立たされていると思います。本日はまず国会議員の先生方に今回の状況も伺った上で、法律の先生方からいろいろなお話を伺って、私たちが市民に訴えていくためにどういうポイントで訴えるのかということを勉強していきたいと思っております。最後までご視聴よろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。続きまして、本日ご臨席いただいている各政党の議員の先生から、連帯のご挨拶を頂戴したいと思います。まずは立憲民主党の近藤昭一衆議院議員からお願いいたします。皆さんこんばんは。ご紹介をいただきました立憲民主党の衆議院の近藤昭一と申します。今主催者の方からもお話がありました。まあ改めて言うのもはばかれるわけでありますが、岸田政権は立憲主義、国民主権をないがしろにするとんでもない行動をしているわけであります。国会が閉会をし何の議論もされない中でですね、安全保障の3文書、この大きな転換を閣議決定をし、それも今お話がありましたように、外国に向かってこういうふうに国は日本は進んでいくんだと、こういう行動をしているわけであります。まさしく立憲主義をないがしろにしているわけじゃないでしょうか。またこの敵基地攻撃能力というのを反撃能力という、私たち立憲民主党も昨年この政府が発表閣議決定した文書に対して我々の考え方というのを表明させていただいたところであります。この敵基地攻撃能力、反撃能力を持つことは決して国民を守ることにはつながらない、決して抑止力にはならない、
大切なことは、まさしく外交を進めてです。相手国との理解を進めていく。政府は台湾有事と簡単に言うわけであります。しかし、その台湾有事というものは何なのか。そして、もし台湾有事が起こることになるかなれば、まさしくですね、沖縄が再び戦争の最前線になるわけであります。そして、まあ、絵に描いたようなことを言うわけでありますね。敵基地を反撃能力はこうして持つんだ。一体そんなことが可能なんでしょうか。今、ロシアによるウクライナ侵攻を見ていても、一旦始まった戦争を止めるということは本当に難しいことであります。まず戦争を起こさせないこと、そのことの外交を進めていくこと、そのことが大切で一番重要ではないでしょうか。どうぞそのために暴走する今の政権、まあ、この閣議決定だけではありません。これまでも特定秘密保護法、また共謀罪について、そして安保関連法案、こうしたことでどんどん進めてきているわけであります。何としてもこれを止めなければならない。どうぞ今日こうして集会がされていることに敬意と、そして心からの連帯を申し上げてご挨拶をいたします。共に頑張ってまいりましょう。ありがとうございます。近藤先生ありがとうございます。続きまして、同じく立憲民主党の立憲フォーラム事務局長もされていらっしゃいます杉尾秀哉参議院議員からお願いいたします。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました長野県選出の参議院議員、元 TBS の報道マンでもございます杉尾秀哉と申します。本日はこの集会、盛会のうちに開かれていますことをまずもってお礼申し上げますとともに、発言の機会を与えていただきまして大変ありがとうございます。今ご紹介ありましたように、私立憲フォーラムの事務局長をこの度拝命しておりまして、まあ、そうした立場から一言皆様にご挨拶をさせていただきます。今立憲フォーラムの会長の近藤正一参議院議員から衆議院議員から話がありましたけれども、私からさらにもう一つ付け加えて皆さんにご紹介したいことがございます。これから3人のスピーカーの皆さんが指摘されることと重複するかもしれませんけれども、今回閣議決定された3文書を改めて何度も読み返してみて、これは放置できない、そういうくだりがありました。そこについて少しお話しします。国家安全保障戦略の5番目に書いてある我が国の国家安全保障上の目標という項です。ここにこういう表現があります。我が国の主権と独立、国内外交に関する政策を自主的に決定するできる国であり続ける。本当なんでしょうか。今回の敵基地攻撃能力、そして防衛予算の倍増、これはそもそもアメリカからの要請に端を発したものではないでしょうか。そして今回の敵基地攻撃能力、反撃能力によって日米の一体化がますます進んで、この文書の中では日本とアメリカの役割は何ら変わりがないというふうに書いてありますけれども、全くこれは嘘です。完全に日本がアメリカが担うはずだった矛の役割の一部を担うことは明らかです。それは2+2、そして首脳会談の文書の中にも日米同盟関係の現代化という言葉に書かれている。これはまさに日本がその一部を担うということです。そしてこういうくだりがあります。万一脅威が及ぶ場合もこれを排除し、かつ被害を最小限化させつつ有利な形で集結する、こんな絵空事を三文書の中に堂々と書いてある。排除する、これつまり敵基地攻撃能力によって先制攻撃をするということです。それでも万が一できなかった場合には被害を最小限化させつつ有利な形で集結する。ミサイルを撃ち合ったらどういうことになるのか、有利な形で集結するとか、そういう以前の問題です。これは日本という国自体がもう存在できなくなる。そしてしかも皆さんも危惧されているように、原発が狙われたらどういうことになるのか、火を見るより明らかです。
こうしたことをこの3文書の中でそう正々堂々と書く日本政府の姿勢、昨日から衆議院で予算委員会始まっています。まだ論戦の初戦です。なかなかこういう内部に突っ込んだ質疑になっていないところ、皆さんまだもどかしく感じてらっしゃるかもしれませんけれども、これから私も参議院の予算委員会のメンバーです。我々もしっかりと衆議院の審議を踏まえつつ、参議院でさらにこの3文書をとにかく撤回させる、あるいはこの3文書の欺瞞性というのを国民に広く知らしめて、岸田総理が、岸田政権が何をやろうとしているのか、そしてこの今歴史的な日本の転換点において本当に国民が立ち上がれるように、私も微力ではございますけれども精一杯できうる限りの審議を行いたいというふうに思います。今日も福島代表、そして山添共産党議員、そして矢先生も来ていらっしゃいます。我々参議院です。力を合わせて頑張ります。よろしくお願いいたします。先生ありがとうございました。続きまして日本共産党の山添拓参議院議員、お願いいたします。皆さんこんばんは。紹介いただきました日本共産党の山添拓です。今日こうして、オンラインでもつないで多くの方とご一緒させていただけることに感謝申し上げます。本当に、大変な、安保3文書撤回を求める大変な戦いだと思います。しかしやっぱりここで変えさせてしまっては、本当にこれまでの安全保障政策を大転換し、戦争する自衛隊に変わってしまう、安保法制で道を開いたその方向にいよいよ実践面でも踏み出すことになってしまいかねない、それは断じて許されないと思います。そのために私たちも全力で頑張りたいと思います。そもそも国民的な議論や国会審議を無視して勝手に決めて、勝手に決めるだけではなく、アメリカにも勝手に報告に行って、バイデン大統領と、嬉しそうに首脳会談を行って、嬉しそうにか分かりませんけど多分そうですね、感じてですね、そして丁寧に説明すると言いながら、始まった国会でもまともな説明は全然行われずにここまで来ていると思います。衆参の本会議を踏まえても、例えば集団的自衛権の行使でこの敵基地攻撃能力を使う、その危険についての答弁というのは全くなされませんでした。昨日今日と、衆議院の予算委員会基本的質疑が行われていますが、そこでも十分な答弁があるとは言えないと思います。例えば共和党は岸和夫委員長が質問しましたが、その中で2点だけご紹介したいと思います。専守防衛との関係について、過去の田中角栄首相の答弁を引いて質問しました。専守防衛ないし専守防御というのは、防衛上の必要からも相手の基地を攻撃することなく、こういう答弁が過去なされています。これとの関係では、敵基地攻撃というのは成り立たないではないかということを言うわけですね。私どもから質問したわけです。防衛上の必要からも相手の基地を攻撃することはないんだ、それが専守防衛ではないのか、でこれ破ることになるじゃないか。でそういった岸田首相の答弁はですね、これは要するに海外派兵をしないという意味なんだというふうにねじ曲げてですね、今更過去の答弁を修正するような形で、答弁をしてきました。専守防衛を投げ捨てるものでありながら専守防衛に徹しと言い募っている状況だと思います。あるいはもう一点、今度の安保3文書の中でも書かれている、今米軍が世界的に求めている統合防空ミサイル防衛 IAMD、 安保3文書にも書かれています。敵基地攻撃とミサイル防衛と一体として運用していく、そしてそれを同盟国と米軍が一体で行っていくというものですが、これについても質問すると、米軍の IAMD と自衛隊の IAMD は別のものなんだと。日米首脳会談ではこの反撃能力について開発を行ったり効果的な運用について協力を強化していくんだと言いながらですね、そして今日も国会では協力することは重要だと言いながら別々に行うんだと、自衛隊は独立のに行うのであって米軍の指揮を受けるわけではないと表明するような状況です。ですから書いてることもまともに認めようとしない、そしてどんな問題もどうも最後は困ったら
決め台詞を用意しているようで、困った時の決め台詞は憲法、国際法の範囲内で専守防衛に徹してやります、先制攻撃はしません、決め台詞さえ言っとけばいいかのようにですね、答弁している、そういう状況だと思います。この大軍拡を行っていけば、杉尾さんからもあったように日米の一体化を進める下でアメリカの戦争に日本が参加をすることになり、反撃を受けるのは日本だということになり、戦争に巻き込まれて戦火を招き入れる、そういう事態がより深刻になっていくと思います。こういう道に、危険な道に踏み出すことは絶対に許されないと思います。論戦を激しく私たちも厳しく追及していきたいと思いますし、同時に国会内外で世論を広げて署名なども含めて集めていくことが大事だと思います。私もちょっと今日この後、元から予定していたこの問題での街頭の宣伝を見に行く関係で途中で失礼いたしますけれども、国会内外でちょっと世論を大きく広げて大軍拡やめようという声をご一緒に広げていこう、このことを呼びかけましてご挨拶といたします。ご一緒に頑張りましょう。先生ありがとうございました。続きまして社会民主党の福島瑞穂参議院議員、お願いいたします。どうも皆さんこんにちは。紹介していただきました社民党党首参議院議員福島瑞穂です。もう今あった通りです。で今日今レジュメを読んでおりましたら、友人さんや飯島さんや皆さんたちも書いてらっしゃる通り、この敵基地攻撃能力がまさに米軍と一体となってやるんだと、12月に岸田首相に質問をしました。集団的自衛権の行使で敵基地攻撃をするのであれば、これは先制攻撃と言えるんじゃないですかという質問です。政府はこのまさに憲法国内法でやるんだと言い、まさにこの戦争法安保関連法の中の存立危機事態、集団的自衛権の行使で敵基地攻撃をすると言っています。それは日本が攻められてないのに他国を攻撃するわけですから、相手国にとってはそれが全く明確な先制攻撃であって、日本は10倍返し100倍返しされます、される可能性があります。それは日本全土が沖縄南西諸島、この本当に、ターゲットになるでしょうが、しかし日本全土がまさに焼け野原となるということを本当にさせないために頑張りたいと思っています。社民党は前回の選挙、頑固に平和、暮らしが一番、戦争をさせないということをスローガンにしました。ハッシュタグ新しい戦前にしないことは私たちの責任というのもあります。まさに絶対に戦争させないために、猿田さんもいつも外交で平和外交、皆さんたちも平和構築だということをおっしゃっていて、まさに北東アジアにおいて、アジアにおいてどうやって平和を構築していくかということをやっていきたいと思います。で安保3文書の撤回を一緒に求めていきましょう。そしてもう一点、財政制度の面から、まさに軍事化が始まっているということを一言申し上げます。予算案が今審議中ですが、防衛関係費6兆7880億円 26.4% 増です。で防衛力強化資金が3兆3806億円合わせて10兆円を越しています。防衛予算じゃなくて防衛力強化資金が入ってるんですね。で今国会提出予定の法案、いっぱい問題があるんですが、防衛財源確保法案、外為法とか使うぞっていうのももちろん問題ですし、今すでに復興予算を使っていることも問題です。でももう一つ、軍事産業強化法案、私はこれを軍事工場国有化法案と呼んでるんですが、ある軍事工場が財政的に困難でも、でも重要だったら国有化するっていう法案です。使用を外国向けにするんだったらそれも援助するとかですね、あるいは民間企業で軍事扱う時の秘密漏洩を処罰する、戦前の軍機機密法ですよね。でもなんで国有化なのか、過疎地の病院は採算取れなければ公立病院統廃合をやっているのに、軍事工場の国有化なんてありえない。国鉄分割民営化し、
そして郵便を民営化し、水道法の民営化法も成立させました。公益性、公共、公共財が間違っている、なんで軍需産業の国有化なのか、こんなとんでもない法案が出てきて、まさに軍事大国、軍需産業を応援する、まさにこの、軍事防衛力強化資金を使っていく、このこともですね、絶対にさせないために一緒に頑張っていきたいと思います。軍事に頼る日本を作っちゃダメです。原発と軍事工場にお金をつぎ込むことはドブにお金を捨てるようなもんだと思います。それをさせないために一緒に頑張りたいと思いますし、安保3文書の撤回を求めて一緒に頑張っていきましょう。こんな集会を持っていただいて本当にありがとうございます。頑張りましょう。ありがとうございます。近藤先生、杉尾先生、山添先生、福島先生、本当にありがとうございました。なおですね、ただいまご挨拶いただいた4名の先生方は、ご多忙のためこちらでご退席をされるということです。会場の皆様も改めて拍手をお願いいたします。続きまして基調講演に移りたいと思います。まず最初にジャーナリストの布施友人さんから、誰のための敵基地攻撃能力、アメリカは日本を守るのかというテーマで基調講演をいただきます。布施先生、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。ジャーナリストをしている布施と言います。本日はよろしくお願いします。普段90分ぐらいの時間で話している内容を今日は20分でということですので、余計な話は抜きに早速本題に入らせていただきます。スライドの画面の共有をさせていただきます。で、私この20年余り、この日米、主に日米安保をずっと取材をしてきました。で、その中でこの20年というのはまさに日米の軍事一体化が、ものすごいスピードでどんどん進められるという20年だったんではないかなというふうに感じています。で、ただそのことを日本政府はこれまで認めてはきませんでした。ずっと言い続けてきたのはやはり日本はあくまでも憲法の範囲内で、専守防衛の範囲内で、アメリカとは一体化しないと、米軍と自衛隊は別なんだと、先ほどもお話ありましたけれども、そういう説明を国民にしてきました。しかし今回、安保3文書はですね、初めて、公然とですね、アメリカについていくんだと、アメリカと一体化するんだってことを、公然と、言ったという意味で、これまでと、違うというふうに、感じています。で、具体的にはですね、もう昨年の、安保3文書の閣議決定の11ヶ月前、昨年1月ですけれども、外務防衛担当閣僚のいわゆる2プラス2でが開かれました。で、そこで、この年末の日米の、戦略文書、策定に向けて、実はもう日米政府である、で、方向性が定められました。合意しています。で、それが今映っているこれですけれども、昨年1月の段階で、戦略を完全に整合させると。これから日米で策定する国家安保戦略などはですね、完全に日米で合わせるんだということをこの1月の段階で、合意をしています。まさに、この合意、ここで敷かれたレールの通りですね、岸田政権は、日本の安保、国家安保戦略をはじめですね、安保3文書を策定したという意味で、公然とですね、このアメリカとの完全一体化、宣言と言ってもいいんではないかなというふうに私は見ています。じゃあ日本が完全に整合させたアメリカの戦略は何なのかという点ではですね、昨年10月にバイデン政権が国家安保戦略を発表しました。まあ、一言で言うならば、中国との覇権争いにアメリカが勝利をすると、そして、アメリカ主導の国際秩序、アメリカの覇権というのをこれからも維持していくんだということをアメリカの国家安保戦略の最優先事項に位置づけました。で、そのためにどうするのかという点で主に3つ掲げています。1つ目は、まあ、あらゆる分野で、これは軍事だけではなくて軍事、外交、技術、経済、そういったあらゆる分野でアメリカの、中国に対する優位性を維持するんだと。そのために、力の基盤への投資をするんだということは1点目。2点目が、強力な国家連合の構築と。これはつまり、アメリカだけではもしかしたら中国に勝てないかもしれないと。
まあ、経済では2030年には、GDP で、中国、アメリカを、抜かすとも言われてますので、であるならば、アメリカはですね、同盟国の力を最大限に借りて引き出して中国との競争に臨むんだということを2番目の柱として挙げています。で3つ目が、米軍の近代化強化ですね。やはりアメリカという国は軍事力、軍事力こそがアメリカの力の最大の基盤なんだということで、軍事的な優位性の追求というのを重視をしています。まさにこのアメリカの戦略に 100% 完全に整合させる形で日本の安保戦略を策定したということになります。で具体的にこの軍事の分野で、アメリカがどのように中国に対する軍事的優位性を維持しようとしているのかという点ではですね、もう2020年の段階で、米軍がアメリカの議会に、これから中国に対抗していく上で、こういうことを重視するんだという報告書を、提出しています、まあ、サブタイトルは優位性の奪還というタイトルでした。でここで最も、重視しているのが、この赤字である第一列島線上に同盟国とともにミサイル網を構築すると。つまり、日本の九州南端の種子島から奄美大島、沖縄本島、宮古島、石垣島、与那国島と、連なる南西諸島、そして台湾、さらにはフィリピン諸島、そしてインドネシアまで連なる、中国大陸の外縁部に位置する、島々ですね。この、列島線上に同盟国とともに、ミサイル網を築くんだと、これを一番重視しているんですね。で、こちらに今映っているのはですね、アメリカのペンタゴン国防総省からよく戦略研究なども受ける CSBA というシンクタンクのレポートに載っていた地図なんですけれども、まさに日本、東北からですね、この辺でいうと、関東、九州、沖縄、これ与那国島、石垣島ですかね、それからフィリピン、そういったところにミサイルを配備している図であります。で、ここで重要なのはですね、これはアメリカのさまざまなそのペンタゴンであったり政府であったり政府と関係の深いシンクタンクのさまざまなレポートや報告書を見てもですね、今日本政府が言っているように日本有事、つまり例えば中国が日本に攻めてくるとか、ね、尖閣に対して有事が起きるとか、そういうのを想定したものほとんどまず見たことありません。何を想定しているかというとやはり台湾なんですね。でこちらの図もそうです。ちょっと細かくて見えにくいですねけれども、石垣島におそらく配備をしている、地対艦ミサイルでですね、中国から台湾に侵攻する中国軍の海軍を対艦ミサイルで攻撃している図、あるいは沖縄本島に配備をしている中距離ミサイルで、中国本土の、ミサイル基地であったり、指揮統制レーダー基地を攻撃している、そういったことが描かれています。まさに台湾有事を想定したこうした軍備強化、この第一列島線にミサイル網を構築するということをアメリカは、考えてきたわけです。でそういう中で、アメリカが特に重視をしているのが、新型の地上発射型の中距離ミサイル、であります。でなぜかというと、現在アメリカが、軍事力において中国に優位性を奪われていると最も考えているのがこの地上発射式中距離ミサイルなんですね。で中国は現在こう2000発以上、保有しているというふうに言われています。対するアメリカは、現在は0発です。これは1980年代末に、ソ連との間で INF 条約という、軍備管理、条約を結びまして、まあ、射程500キロから5500キロまでの、中距離ミサイルを全廃すると、お互い全廃するということで合意をし、それがですね、ソ連崩壊後もロシアに引き継がれ2019年までは生きていたんですね。でそのためアメリカはこれを一発も持っていません。しかしその間中国は2000発近く開発保有したということで、これはまずいということで2019年にトランプ政権の時にこの条約を破棄しました。そして直ちに中距離ミサイルの再開発、再保有に向けて歩み始めた。でこのミサイルが出来上がってくるのは今年なんですね。2023年以降に配備を開始するということで、まさに今年からこの問題が非常に大きな問題になってくるんではないかなというふうに思います。でこれ1種類じゃなくてですね、何種類もの中距離ミサイルを現在アメリカは開発をしています。左下に映っている絵がですね、 LRHW と、まあ、通称ダークイーグルと言われていますけれども、長距離極超音速滑空弾と、音速の17倍とも言われていますし、射程は2700キロ以上と、でさらには、滑空弾といって、落下がですね、グライダー式で変速軌道を取るので迎撃が非常に難しいというミサイルであります。まあ、その他にも、
地上発射型のトマホークとかですね、あるいは今沖縄に配備をされているハイマースっていうロケット発射機を使って、さらに射程の長い PRSM という新しいミサイルも開発をしています。でこれらはいずれもアメリカ本土においても中国には届きませんので、アジア太平洋地域に配備をするということで、アメリカは考えています。まさにこうしたアメリカの戦略の一部を担う形で、日本がですね今回敵基地攻撃能力の保有を決め、その手段として長射程ミサイル、政府はスタンドオフミサイルというふうに言ってますけれども、の対応取得に踏み出したということで、左下にさまざまなミサイル のイラストが出てますけれども、一番中心は今宮古島や奄美大島に配備をしている1式地対艦誘導弾と、まあ、これ現在射程200キロぐらいなんですけれども、それを中国本土に届く射程1000キロ以上に伸ばすと、これを2026年から運用を開始するという計画であります。でさらには、先ほどアメリカがダークイーグルという、新型の中距離ミサイルを開発していると言いましたけれども、いわばそれの日本版として極超音速誘導弾ということで、こちら射程3000キロということで、沖縄に配備した北京をはるかに超えてですね、モンゴルまで届くという、まあ、そういうミサイルの開発もすると。ちなみにこれはいずれも三菱重工、が開発をしています。でさらにはアメリカからトマホークという巡航ミサイルも、購入するということで、まあ、5年間で5兆円もの、予算をですね、この、敵基地攻撃用の、長射程ミサイルの、開発取得に、費やすということを、決めました。で、この敵基地攻撃能力の一番のやはり問題点としてはですね、やっぱりアメリカとこう一体に運用されると、先ほど国会では別だという話があったとそうですけれども、先日 の1月11日に開かれた、2プラス2でも、この日本の反撃能力というのは米国との緊密な連携のもとで、運用していくんだということで合意をしています。で、これはこれまで、実はこれまでもですね、ご存知の方はいらっしゃるかと思うんですが、そもそも、日米安保、旧安保条約を結んだ際にですね、アメリカが当初、日本に提案した安保条約の中には指揮権条項ってありました。有事の際は日本 の部隊ってアメリカの指揮下に入るんだと。しかしそれはさすがに、日本がこれから独立主権を回復するにそれは入れられないと。そんなことを入れたら、吉田茂当時の政権は吹っ飛ぶって言ってですね、密約にしたんですよね。でそういうのが、まあ、これまでもあったんですけれども、一応建前上はですね、日米は別の指揮権、それぞれの指揮下で、調整はするけれども、別々に運用するんだという建前で説明してきました。しかしそれが一応かろうじて成り立つのはですね、矛と盾という一応役割分担があったからですね。で今回日本が盾だけじゃなくて矛にまで踏み込むということはですね、もはやそういう役割分担がなくなるということですから、いよいよこの指揮権の統一ということが大きな問題になってくるということで、2プラス2の、1月の2プラス2の、共同文書の中にもですね、こういう一文がありました。閣僚は総合運用性と即応性を高めるため、同盟におけるより効果的な指揮統制関係を検討することにコミットしたと。まさにこれまで一応表向きはですね、日米の指揮は別々にやるんですよと言ってたものを、もうこれからはそうはいかないぞと、文字通り、この一本化に向けて、検討を始めるということを公然と、打ち出しています。まあ、そういう意味で、文字通り、自衛隊が米軍の指揮下で、運用されるという形に、これから、その動きが進んでいくんじゃないかなというふうに思います。で、敵基地攻撃能力、の問題ですけれども、先ほど以来、お伝えしていますように、アメリカが想定しているのはあくまで台湾有事なんですね。日本有事なんていうのは全く想定してないと。なのでこの敵基地攻撃能力が使われることがあるとするならば、これ台湾有事ということが一番想定されているということです。でこの点では元陸上自衛隊の最高幹部であった松村五郎という元陸将の方がいるんですけれども、昨年6月朝日新聞の取材に答えてこういうふうにおっしゃってます。日本が中国を攻撃できる能力を持った場合、米国が台湾有事に介入して中国本土を攻撃すれば、日本も使わざるを得なくなる可能性がありますと。まさにこの方もですね、台湾有事ということが、もし台湾有事が起きたときに、日本がもし敵基地攻撃能力を持ってしまっていたらですね、アメリカが中国本土を攻撃する際に日本も一緒にやってくれと言われたら、それはもう使わざるを得なくなる可能性があるということをおっしゃっています。
で、その上で、この松村氏はですね、皆さんにはその覚悟がありますか、最低でも議論をして納得した上で決めないと後悔することになりませんかと、私自身腹が据わっていません、本当に反撃能力を持ってよいのかどうか悩んでますということを元自衛隊の最高幹部の方もおっしゃっている。これはもう台湾有事、つまり日本が攻撃を受けてないにもかかわらず米軍と自衛隊が一緒になってですね、例えば中国本土の、レーダー基地とかですね、航空基地をミサイルで攻撃すれば当然中国は何の遠慮もなく日本に対してミサイルを撃ってくるわけで、つまり日本が戦場になるというそういう非常に重大なリスクがあるということで、つまりそれは国民一人一人に命に関わる選択なんだと、そういう重大な選択を、やはり国民が納得した上で、やはり国民的議論をして国民が納得した上で決めるべきだと、で自分自身もやっぱそこはもう悩んでるんだということを率直におっしゃってるわけです。しかし、岸田政権はですね、国民的議論をおろか国会でも議論せずこれを決めてしまったということであります。で、これをちょっと飛ばしてですね、そういう中で、私この5年ばかりですね、南西諸島を回って取材をしてきました。やはりとりわけ台湾に近い与那国島、石垣島、いわゆる先島諸島にお住まいの皆さんは非常に不安を募らせています。例えば、石垣島では今年3月に新しい陸上自衛隊の駐屯地が開設をされですね、自衛隊の先ほど言いました1式地対艦ミサイル部隊が配備される予定ですけれども、そのすぐ近くにお住まいの、パイン農家の具志堅忠さんという方は、こうおっしゃってました。ここは地理的にも中国と近く、もし戦争が起きたら巻き添えを食うのは明らかだと、基地は真っ先に狙われます。住民は避難させると言ってますが、現実的には不可能だと思います。最近は台湾有事の話がよく出てくるようになって怖いですよ。自分たちは捨て石にされるんじゃないか。でこれそもそも自衛隊が基地をできるという時、政府は住民に何て説明したかというと、島嶼防衛、あくまでもこれこの島を守るための自衛隊配備なんだと、専守防衛なんだと説明していたんです。それがいつの間にかですね、日本の国土防衛ではなくて台湾有事に日米が一緒になって介入する際にそこにミサイルを置いて中国を攻撃すると、その結果、その島が戦場に巻き込まれる、そういうことに変えられちゃってるんですね。全くそれに対する住民に対する説明もないまま変えられてる。だから地元の方は捨て石にされるんじゃないかってことをおっしゃってるわけであります。で最後に、政府はこうした敵基地攻撃能力の保有やですね、長射程ミサイルの保有について、あくまでもこれによって抑止力が高まって、日本に対する侵攻を抑止できる、あるいは中国の台湾侵攻を抑止できるんだと、抑止力強化になって平和になるんだという説明を繰り返ししてるんですけれども、私は、その見方をしていません。私はですね、こういうふうに考えています。でまずですね、このあたりこの後、猿田先生の方から多分おそらく、詳しくご説明があるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、この軍拡が必要な理由として、政府が繰り返し言っているのは中国の、台湾侵攻の脅威と、ことが強調されているわけですけれども、現実問題、じゃあその脅威というのが迫ったものなのかと、確かに中国はですね、台湾が独立を強行するという時には場合によっては武力を使う選択肢を排除しないと言ってますが、現在の台湾の政権はあくまでも現状維持、のスタンスを変えていません。そしてその台湾の民意もそれを支持している状況です。でこれが変わらない限りですね、台湾有事が起きる可能性は低いんではないかというふうに考えています。そして米中の現在の経済的な相互依存関係から言ってもですね、決してこの戦争というのはある意味お互いにとって自殺行為、自分の首を絞めることにしかならないというふうに思いますので、決してこの戦争は望んでない。ただ一番問題はこの抑止というのを理由にですね、お互いアメリカ、日米もですね、また中国もですね、相手より強い軍事力を持ち、それを誇示しようとしています。でその結果、この軍拡競争とその力の誇示、つまり軍事的牽制ですね、こうした行動が、欧州が加熱するとですね、緊張が高まり、かえってこの偶発的な衝突とかによる戦争勃発の危険性が増大するのではないかと、これいわゆる安全保障のジレンマというものですけれども、まさにこれに陥る、それが一番最も今日本が置かれているこのアジアの、戦争のリスクではないかなというふうに考えます。であるならば、日本は何やるべきか。今アメリカと一緒になってですね、中国に軍事的に対抗していくということは、中国もそれにさらに対抗してですね、軍拡をさらに推進することになり、緊張が高まる方向ですので、そうではなくて日本はやはり米中の覇権争いに決して乗らないでですね、むしろ米中の緊張を和らげる、あるいは、
気候変動であったりコロナ対策であったり食料危機であったり協力できるような地球的課題に対して協力関係を促し、そしてその中で信頼醸成を図る、まあ、そういった仲介外交を展開すべきだと。幸いこのアジアにはすでに ASEAN がですね、その方向で米中の戦争を予防する外交をやるんだと言ってますから、日本がもし ASEAN と力を合わせてですね、こういう方向に転換をすればですね、日本を再び戦場にしないということだけではなくて、このアジアと世界の平和に最も貢献できる道ではないかなというふうに考えています。どうもここで私の報告を終わらせていただきます。先生ありがとうございました。ここで医師が前後しまして大変申し訳ないのですが、ここで沖縄の風所属の伊波洋一参議院議員から全体のご挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました参議院の伊波洋一でございます。沖縄の方の伊波洋一でございます。今日の市民の集会ですね、沖縄の集会が開催されること、本当にありがたく思います。沖縄はですね、まさに今争点となっていて、ミサイル配備がされて、そして戦場なのじゃないかと、こんなふうに、皆さん住民の皆さん大変悲観を持っております。ただ私はですね、外交防衛委員会にずっとこの6年おりまして、この間ずっとこの問題も含めて議論してまいりました。実は今回の閣議決定は台湾防衛、台湾有事を超えていますね。でこれは、まあ、日中有事になるということを前提とした、ものになるんだろうと思っております。まあ、岸田総理、今回の通常国会の施政方針で何て言ったかというと、まあ、強い覚悟でですね、そして、検討を進めて改めて新たな国家安全保障戦略を策定したと。で優先されるべきはまあ外交だったというけれども、同時に外交には裏付けとなる防衛力が必要ですと。ここでいう外交はですね、 G7 の国々たちの外交なんですね。決して中国と直接外交するという意味合いではなくて、対抗する意味での外交で、極めて現実的なシミュレーションを行った上で十分な守りを再構築するための防衛力の抜本的強化を具体化しました。5年間で43兆円の防衛予算を確保し、相手に攻撃を思いとどまらすための反撃能力の保有、南西諸島の南西地域の防衛体制の抜本強化、サイバー宇宙など新領域への対応、そして装備の維持や弾薬の充実、海上保安庁と自衛隊の連携強化、そして防衛産業の基盤強化や装備移転の支援、研究開発成果の安全保障分野での積極的活用を求めてまいります。つまりですね、これはもうプログラムになってるんですね。でそして私は昨年12月17日のこの、安保3文書の改定というのも大変驚きましたけども、というのは具体的に書いてあります。というのは、2025年までに地上発射型、そして26年までに艦艇発射型、28年までには航空機発射型の開発を完了する、そして28年、7年までにはですね、地上発射型、艦艇発射型の長距離射程ミサイルの運用能力を強化すると。でそして外国、その対外軍はですね、外国産、まあ、トムホークなんですけども、早期に取得をすると。でさらに10年までにはですね、先進的な長距離射程ミサイル運用能力の獲得と、ミサイルの十分な数量を確保し、目指しますと。でそういう意味でですね、さらに今、継戦能力を高めるために南西諸島の主要基地を司令部を地下化すると、こういうふうに書いてある。まさに戦争を始めるぞというそういう意思を明確にした文書になってるんですね。で今回の普通は、敵の意思というのは相手の意図、能力と意図をかけて測るんだけど、中国は測らないから意思は意図は問わずに能力で計算をしてそれに対抗できる今回の対応になる。で、GDP 向こう4倍も高いんですね、多いんです。さらにもう、軍事的な能力で言えばもっとはるかに数倍なんですね。そういうのに対抗しようというんだけども、対抗できませんから、結局長期戦をしますという議論になっているんですね。日本の新しい戦略はですね。で、日本国中を戦場にして長期戦をしていきますよと、その間にアメリカが応援に来てくれるはずです。本当に来るかって来ないです。理由は、例えば台湾有事でも、アメリカはですね、中国を攻撃しないんです。で、すでにもう2005年の
米軍再編、そして2015年の新ガイドラインでアメリカは日本を守らないということを明確にしています。日本は自分で守ってください。で、日本がですね、アメリカで演習してますよね、日本でも。あれは何かというと、要するに領域横断的なって、陸海空宇宙サイバーまで含めた全面戦争なんですよ。アメリカが全面戦争するときに日本で戦争するので、その訓練をしてるんです、演習は。で、だからその詳しく言えばですね、2015年以来アメリカはもう日本は守りませんよ。どうしてかと言いますとね、要するに日本は全部ミサイルの標的のエリアになっているので、そこにいないんですよ。台湾有事でも最初の兆候が出た時点で日本から全部引き上げます、ワンウィ通り。そして小さい部隊で来て攻撃をする、長距離射程のミサイルや、あるいは、長距離爆撃で攻撃をするというのが戦略なんです。で、そこにですね、私たちはやはり騙されている。だから国会の議論の中ではそのことを明らかにしながら、このようなですね、状況で、今日本はですね、全貿易総量の 26.5% は中国となんです。例えば具体的に車で言えば、昨年日本は420万台の車を売りましたが、新車を。アメリカでは450万台以上売ってるんですね。さらに全体のこういう今の日本の依存は経済的に大変な依存関係なんです。アメリカはそれを断ちなさいと言ってます。私たちはつまりそういう戦略の中に入るということは、日本が参入国家になっていくことなんですよ。実際の話ですね。経済成り立たないはず。戦争さえすれば戦争もすればそうな、もっと大変になっちゃう。でもこの時点でももう日本は示しましたから、私たちあなた方と敵対するぞ。そのことの後処理をやはりこれからさせなきゃいけません、政府にはね。つまり今度はですね、日本の意図と能力が増えれば中国が先制攻撃しますよ。その時アメリカと話を つけてやりますよ。アメリカとは関係ないから、日本のこういう攻撃は認められない。決してアメリカはですね、中国と戦争するということ一言も言ってないんです。ミサイルを撃つということも一言も言ってないんです。日本がやってしまったんです。その重大性をですね、私たちはやはり気づかなきゃいけない。そしてそのことをやはり止めさせなきゃいけない、こういう思っておりますので、一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。先生ありがとうございました。それでは基調講演の方に戻りたいと思います。基調講演の2といたしまして、東海大学教授の永山茂樹先生から、安保3文書改定と憲法、私たちの生活はどう変わるのかというテーマでご講演をいただきます。永山先生、よろしくお願いします。東海大の永山です。こんばんは。私が今日話すのはあまり球場っぽくない話になると思います。なぜか最初にお話をします。安保三文書の改定、とても危険なことなんですけれども、残念ながらまだ多くの、人たちにその危険性が伝わっていない。なかなか伝わらない。これはここにおいでの皆様方も同じ気持ちではないかと思います。安保三文書の改定はとても危険である。しかしそこが分かってもらえない。でこの状況を私たちはなんとか、打開していかなければならないんですが、その打開の一つの切り口としては、この三文書改定が、全ての人にとってどういった、生活にとってどういった影響をもたらすのかというところを明らかにしていく。この視点が、付け加わることによる、この現状に対して、少しいい方向が出てくるんではないか、そういうことを考えています。私もこの三文書改定についてはもちろん、九条の問題として議論することが重要だということは、全く同意で、他のところではそういう話をしているんですが、今日はそういう意味で生活との関わり、について少し考えてみたいと思っています。でお配りしている資料で3つタイトルといいますか、白抜きの字でですね、国民の経済的負担の問題、それから
戦争をできる国、戦争する国の中での自由、権利、あるいは自治の問題、そして3つ目に平和的生存権の問題、こういうところを、取り上げてみたいと思います。でまず1つ目の経済的負担のことで、税金が上がるということだけを問題にするんではなくて、いや税金が上がるっていうことだけを問題にしていたんじゃ国債ならいいだろうという話に取り込まれてしまいますから、経済生活全般は、まあ、税金によってもあれ国債によってもあるいはその他の方法によってもいずれにせよ経済的な生活が破壊されるんだということを、全体として、お話ししていく必要があるわけですね。税金か国債かということが争点ではなく、それが私たちの生きていく上でのベースになっている経済生活の破壊なんだということをもう一度多くの人に伝えなければならないのではないでしょうか。で今回、今年からですね、大軍拡が、本格的に、まあ、23年度から予算が始まるということになるわけです。そういったことを、岸田内閣は言っているわけですが、まずその使い道のところ、使途ですね、お金の使い道について考えてみると、もちろん言うまでもなく戦力保持を定めているわけですから、憲法9条2項で戦力保持を求めている9条2項からすれば、兵器を買うということ自体そもそも9条2項違反である。でそれは、これまでも9条2項違反であったわけです。ただ、それが一層9条2項からさらに一層、まあ、離れてしまうということになります。でその中で世界第3位あるいは第4位の軍事大国になるということになるので、ますます一層9条2項違反の状況っていうのが、明らかになってくる。でなぜ 2% なのか、GDP 2% ということになりますが、実質的な理由はわからないわけです。で東京新聞が、情報開示求めたところ、なぜ 2% かということについての防衛省の議論は、公開された文書では真っ黒でわからないので、 2% というものの合理性ということ、軍事的な合理性は全く証明されていません。そうすると 2% っていうのはあとは NATO の水準に合わせただけということになってしまいます。全くこれはおかしなことで、日本の安全保障のためと言いながら、なぜ日本の安全保障にとって GDP 2% なのかということを政府は一言も説明できないということなんですね。このように合理性のない額で、合理性が全く示せないような額でいいというのであれば、2% でも 3% でいくらでも合理性のない数字を今後日本政府は上げてくるでしょう。そもそも私たちが国家を作るというのは、国民から正当性のある額を集めて、税金として集める、まあ、安倍執行首相は、税金を吸い上げるというふうに言いましたが、私たちはそうは考えない。税金というのは私たちが必要だと認めたものを、納める、払うものであると、こういうことですよね。でそうするとそもそも国家を作るというのは、合理性のあるお金遣いをしてもらうということとセットであり、合理性のないようなものにお金を、湯水のように垂れ流すということは全く正当性がないわけです。さて使途について、合理性が全くなく9条2項から違反しているということをお話をしました。では次に財源の問題、についてどうでしょうか。財源については軍事目的での軍事税を創設するという議論や、あるいは軍事目的での国債を発行するという議論、さらにその両者を合わせて軍事税と軍事国債両方を兼ね備えた手法を取るという議論が現在政府の中から出ているようでございます。もともと国の財政について決めた第4条財政法の4条は赤字国債の発行は禁止しています。日本が、日本国憲法ができてからこの、財政法ができたときに、当初からこの財政法のこの4条はどのような意味があるのかということが議論されてきました。そして、1950年代、60年代の頃に発行されている財政法の教科書を今見ますと、
大抵の財政法の教科書にはこの赤字国債を発行してはいけないという財政法4条は財政の面から憲法9条を保障したものであるということがはっきりと書かれているんです。つまり財政法4条というのは財政法における9条の役割を果たしている。軍事目的で財政赤字国債を発行してはいけない、それによって日本の平和主義を守ろうとしてきたわけです。しかし今回、軍事国債を発行し、それによって、武器の爆買いを続けていこうというのが岸田内閣のやり方であるとすれば、財政法4条の理念は全く、廃棄されてしまうことになります。また、税金をという議論もありますが、これは現在私たちが所得税と一緒に納めている、復興税をこちらに転用しよう、復興税のうちのいくらかを、軍事目的の方に転用しようという議論になっているようですが、復興税を一部分軍事目的に転用するということは必然的に現在復興税を使っている東北の震災地の復興、これを後回しにするということなんです。復興税の全額ではありませんが、復興税の一部を軍事目的で使えば当然にその分福島県をはじめとする被災地の、復興は後回しにされる。それでいいのでしょうか。それから消費税を上げるという議論も出ているようです。しかしご存知の通り、消費税というのは一般的には逆累進、所得の少ない人により多くの負担を課すというのが消費税の持っている特色であります。軍事目的で、兵器産業に国のお金を回すために所得の少ない人からたくさんの消費税を集めるということも私たちの生活破壊と同じことであるというふうに思います。その他このような大軍拡というのは、私たちの憲法で定めている財政は国民と国会が主導で決めるという手続きから離れていることも言うまでもありませんが、そのことについては今日は、省略させていただきます。さて2点目として、戦争をする国、戦争をできる国で私たちの自由、権利、それから自治と書きましたが、これは主として、地方公共団体の自治権のことを私は念頭に置きました。戦争をする国であるためには一人一人の国民が自由に権利を行使するようなことは国にとってはとても鬱陶しいことである。したがって国民の自由や権利というのを制限するということが今回の3文書の中に出てまいります。どんなふうに書いてあるか意外と見落としされているところだと思うんですけれど、まず飛行場や港湾、港や飛行場などの施設を軍事利用に転換するために地方自治体が持っているさまざまな管理権などを制限していくということが今回の安保三文書の中にはっきりと書かれています。でこれは、もちろん日本全国の自衛隊基地あるいは米軍基地に当てはまることですが、しかし沖縄に当てはめてみればこのようなことがいかに恐ろしいのかということははっきりとするでしょう。現在、沖縄県では県行政が住民と一体になって、基地の軍事転用に対しての抵抗をしている。しかしそういった自治権を制限していこうということが安保三文書の中では書かれているんです。そういった空港や港湾は平素から軍事基地に転用できるようにこれからルール作りを進めていくということが明記されています。戦争をする国のためにはこのような自治権の制限ということが国にとっては喉から手が出るほど欲しいものなのでしょう。次に民間企業の経済活動に対する国家の介入も忘れることができません。このような国の介入は昨年制定された経済安保法の中でも規定されていることではありますが、民間企業が経済活動をすることに対して軍事的な観点から国が介入し統制するということは民間企業にとって決していいことではないでしょう。もちろん一部の軍事関係の企業にとっては別かもしれませんが、
しかしそれ以外の非軍事的な民間企業が経済活動を進めていくということは、これもまた一つ大事な人権の一つであると私は考えています。こういったことをないがしろにして、国が経済活動に対して介入するということがこの安保三文書の中には書かれています。1ページめくっていただきましょう。学術の領域について、これはもう皆様方に改めて言うまでもないかもしれません。日本学術会議に対して国が今介入をし、日本学術会議あるいは学術活動全般に対しての自立性を否定するような政治を強行しようとしています。このような軍事的に学術を動員するという内容ももちろん今回の三文書の中にははっきりと書かれていることです。また最後に丸四も入れましたけれども、国民のイデオロギー的動員のことがここでははっきりと書かれています。遡れば故安倍、晋三首相の時代に作られた、改正教育基本法の恐るべき内容の一つであった愛国心教育、ここで具体化されている。安保戦略、今回の安保戦略には領土主権に関する問題、国民保護やサイバー攻撃などの管理にまたがる問題、自衛隊、在日米軍等の活動の現状等への理解を広げる取り組みを強化すると書かれています。もしこの部分が具体化されていくならば、子どもたちの学校教育に対して国が介入し、自衛隊は私たちの生活を守ってくれる、米軍は私たちの生活を保障してくれてるといったような教育が行われるのではないでしょうか。このことは教育における国家からの自由、政治的な中立性を損なうものであることは言うまでもありません。さて最後に平和的生存権について触れてみようと思います。国家安保戦略改定された三文書の国家安保戦略の中には、憲法という言葉は一度だけしか登場しません。私は多分間違いないと思います。数えました。一箇所しか見つかりませんでした。憲法を基本にして国の政治を行うべきであるという立憲主義の基本的なあり方がいかに軽視されているかということは、ここからも伺うことができます。反撃能力、敵基地攻撃の能力のところの説明で、憲法の範囲内でと一言言うだけなんですね。ですからそれ以外のところで、では憲法をベースにしてどうしよう、どういう戦略を立てようという発想というのは極めて少ない、そんなことから憲法という言葉がほとんど登場しないと、はい、いうことだと思います。でこの安保戦略、安全保障で人々の自由や生活を守るという言葉は言ってるんですが、食料安保とか気候変動とかパンデミック、貧困といった私たちのまさに、生活を脅かすような問題に対して国がどう取り組んでいくかというような戦略は、この安保戦略をいくら読んでもはっきりとしません。さて平和的生存権についてお話をしましょう。日本国憲法の前文、前文には全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ平和のうちに生存する権利、いわゆる平和的生存権についての研究があります。この平和的生存権については、自衛隊のイラク派遣訴訟、名古屋高等裁判所判決の中でも、全ての基本的人権の規定、基礎って書いてあった、規定だったかな、基礎にあって、その共有を可能ならしめる規定的権利、他の人権のベースになっているのが平和的生存権だと述べています。しかし今回の安保三文書の戦略では、この規定的権利である平和的生存権は本当に守られるのでしょうか。今日何人かの方がすでに言及されていましたが、ミサイル基地を設けるということは、そのミサイル基地が敵からの攻撃対象になる、必然的に
そのミサイル基地の周辺に暮らしている人々の平和的生存権が侵害されるということは明らかです。このことは今からちょうど50年前の長沼訴訟の札幌地裁判決の中でも述べられていたことでした。1973年北海道の長沼に自衛隊のミサイル基地を建設することに関して、地域住民がミサイル基地を作るということは相手からの攻撃対象になり、自分たちの平和的生存権が侵害されるのではないかということが訴訟の一つの論点です。札幌地方裁判所の裁判官は確かにこの点を認め、相手国の攻撃の第一目標になるのだから、訴えを起こした建国らの平和的生存権は侵害される危険性があるということを認めました。今回この長沼訴訟で示されたこの問題というのが全く回避されて議論されないまま、ミサイル基地、ミサイルを置けば人々の生活が守られるというような議論をしているように私は思います。しかしこのような長沼訴訟の論点、この議論を振り返ってみれば、ミサイル基地を設けるということはそれ自体平和的生存権を脅かすことになるんだということをもう一度私たち、しっかりとかみしめてみる必要があるのではないでしょうか。また憲法前文の平和的生存権は単に日本国民の平和的生存権だけではなく、全世界の国民の平和的生存権を保障すると規定していることもここで挙げましょう。敵基地攻撃をするということは、その相手国の基地の周辺に住んでいるよその国の人々の平和的生存権を害することになるのではないか。今回の安保三文書では実は敵基地攻撃という言い方はせずに、相手国の領域における反撃能力の行使という言葉を使っています。敵基地に限定しないで日本は反撃能力を行使するとこの三文書ではっきりと述べているのです。ということは敵基地の周辺に住んでいる人々の生命や財産に害が及ぶということは初めから織り込み済みの戦略なのではないでしょうか。平和的生存権の問題としてはもう一つ、日米共同作戦によって捨て石にされる南西諸島住民の平和的生存権の問題がありますが、これはすでに布施さんもお話になっていることですので私の方は割愛させていただきます。さて以上で申し上げたように、この三文書の改定は9条を破壊する軍事的な安保戦略であるということは言うまでもありませんが、それと同時に私たちのあるいは全世界の人々の生活、自由、権利を破壊するものであるということをお伝えできたかと思います。こういった論点もうまく付け加えながら、一人でも多くの人にこの三文書の危険性というのを伝えていくことができればいいのではないでしょうか。ご清聴ありがとうございました。長沼先生ありがとうございました。ここで再度記事は弁護いたしますが、令和新選組の、串口真理衆議院議員から全体のご挨拶を頂戴いたします。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。令和新選組の共同代表を務めております、衆議院議員の串口真理です。講演の途中で時間を取ってしまいすいません。今日は布施先生にも前レクチャーに来ていただいたレサルタさんとご集会ご一緒してですね、本当に今日ここにお集まりの皆さんとこんな勝手なですね歴史の転換点なんていうものは私許せないと思います。今日も予算委員会の質疑に立たせていただきましたけれども、本当にですね私が申し上げたのは、敵基地攻撃能力を保有して日本がもし攻撃行使をした場合、攻撃されてないのに他国に攻撃するわけですから、当然ながら反撃が返ってきますよね。そして周辺国は核保有国もいるわけですから、それが核
兵器の使用に当たるかもしれない、そういう想定もした上でこの安保3文書がどう何を書いてるのかということを見なきゃいけない、結局何もないわけですよ。で総理に対してじゃあもしも核兵器の攻撃ということに対してその想定の中で、この文書を考えるのかどうするのか何も答えはないわけですね。でこちらの方から提案したのは結局は米中対立の最前線で我々が立つのではなくて、むしろ例えば核兵器禁止条約というものやあるいは南半球の国グローバルサウスと外交するっていうふうに施政方針演説で言ってますけれども、南半球の国は非核兵器地帯っていうことでほとんどの国が非核兵器になってるんです。そして例えばオーストラリアは、アメリカ独自同盟持ってますけれどもラルトンガ条約っていうことに入っていることによって、核保有国からの攻撃は威嚇もそして、使用も許さないという安全の保障というのを取り付けているんですね。つまり何が言いたいかというと核抑止に頼らない安全保障の枠組みというのが、南半球にはすでにあり、ここをしっかり平和的徹底的な外交を総理やあるいは日本政府には求めるということも同時に、私は大切だと思って、今日は質疑にそのテーマを、取り上げました。皆さんと本当に一緒にこの歴史の転換点というふうに勝手に政府は言ってますけれども、これを歴史を後戻りさせてはならないと思います。本当に皆さんと一緒にこの時代の大事な節目にですね、この77年経ったから、なんか新しい国際秩序っていうふうに総理は言ってますけれども、むしろこれからの77年後の人たちに向けて私たちは歴史を後戻りさせない、そうしたつもりで命と平和とそして憲法をしっかり守れるよう皆さんと力を合わせていきたいと思います。長くなってすみません。これからもよろしくお願いします。頑張りましょう。先生ありがとうございました。続きまして基調講演の3人移りたいと思います。弁護士であり新外交イニシアチブの代表を務めていらっしゃいます猿田小夜さんからご講演いただきます。猿田先生よろしくお願いいたします。はい、ご紹介をいただきましてありがとうございます。画面の共有をさせていただこうというふうに思います。今までのお二人それから国会議員の先生方がいろんな角度からいろんな話をされたので最後の順番の私はですねどこを話したらいいのかを聞き終わらないと決められないという難しい順番なんですが、外交を名乗る団体の調査させていただいているので、新外交イニシアチブ、新しい外交とは何かということで講演のテーマもいただくことが多いので、どんな外交を日本はしていったらいいのかというところに絞ってお話をさせていただこうかなと思います。その少し前振りなんですけど山添さんいなくなっちゃいましたがこのおとといの朝まで生テレビに、もう少し前か山添さんと2人で、出させていただいてその時、自民党から共産党まで1人ずつ国会議員が登壇してた出演していたんですけれども、冒頭にですね、私が現地として自民党議員から取ったのはまだこれは別に決まっていないんだと閣議決定というふうに3文書は変わったと言っているけれども田原さんが言うわけですよ。国会も通さないでね、審議もしないで決めるなんて実は国会軽視じゃないかとい う田原さんが突っ込んで、国会軽視なのかどうかみたいな国民の先生国民民主党の先生とかですね維新の先生とか、軽視かもしれないけど中身もいいしようにゃうにゃうにゃあんま反対しないでしょ国会議員である意味があるのかと思いながら聞いてるわけですけど軽視じゃないと言うんだったらこれから国会で議論をしてそこの中で賛成が得られないんだったら取りやめになるんですねというふうに聞いたところですね、取りやめになりますと。そうなったら突っ込んだんです私2プラス2で約束もしたしバイデンさんに、首脳会談で報告もして、あんなに盛り上がってるのに撤回するんですかと。撤回します。国会で、通らなければアメリカにすいませんと謝って、撤回しますというふうに言っていたので、今開かれているこの衆議院そして参議院での審議で、街で盛り上がり国会の中で盛り上がってですね反対の声が届けばですねどうやら撤回されるらしいのでそこは諦めずに決まったことではないということで、頑張っていかなきゃいけないということをまず冒頭に申し上げたいというふうに思います。はい。で、戦争回避せよというのも映させていただいているんですけれども今までいろんな問題点をこれまでお話をしてくださった議員の先生方や
登壇者のお二人からご報告があったかなというふうに思います。今日ですね、ちょっと配布物の中に最初に入っていなかったので、もしかしてお手元にこの提言が入っていない方が、持っていらっしゃらない方がいる場合にはですね、ちょっと後ろの方で取ってきていただくしかないかなと思うんですけど、こういったあの私がやっている侵害行為イニシアチブの政策提言書、戦争改正というものをお配りをしております。で、今ネットで聞いていらっしゃる方手元にないかなと思うんですけど、戦争改正を侵害行為イニシアチブと打っていただければすぐ手に入りますので、見つけながら聞いていただければと思いますが、これ11月の末頃にですね、私の団体で出させていただいた提言になります。まあ、提言8ページぐらいしかないんですけれども、それでもみんな読まないだろうなと思って、一番最初のところにまとめが入っています。まあ、ここに要点全部入っているんですが、どんなことを書かせていただいているかというところをご説明をしていきたいかなと思います。まずですね、安全保障の目標というのは、まあ、戦争から国民を守ること、まあ、すなわちですね、まず戦争を絶対に何が何でも回避しなきゃいけない。戦争を返せよというテーマ、これ私が提案したんですけど、こう年上の年配の男性方からなんかこう新橋の飲み屋に昔貼ってあったようなスローガンね、どうもなんかこう品がないとか言われちゃったんですけど、まあ、まさに戦争を返せよというようなことなんじゃないかなというふうに私は思っています。で、今ですね、こう、まあ、朝生で議論しててもですね、抑止力をこうとにかく強化すれば向こうは怖がって攻めてこないんだ、まあ、それだけなんですけれども、抑止力強化一辺倒の政策で本当に戦争を防ぎ国民を守ることができるんだろうかということを訴えています。で、まあ、抑止というものなんですけれども、まあ、抑止で効いているということをみんな思うのかもしれない、軍事力が高まればですね。なんだけれども、ただただ軍事力を強めていくだけではですね、ちょっとしたこう相手の誤解とかですね、誤算とか、何かのきっかけ、一人尖閣諸島で、間違ってですね、中国の方が尖閣に上陸をしたっていうようなフェイクニュースみたいなのもあって、それで日本の自衛隊が間違って発砲してですね、それで一人命が落ちたみたいな、まあ、非常にそのことだってあってはならないことなんだけど、そのことをきっかけに大戦争、核戦争みたいまで一気に広まっていくような、そんな可能性というものは抑止力、今政府が思っているような軍事力では全く止めることができないんですね。戦争を確実に防ぐためには、一般的に思われているその軍事力というだけでは全く効かなくてですね、相手が戦争をしてでも守るべき利益、まあ、ここで言うと台湾有事で言えばですね、中国というのは台湾との統一というものを、台湾を核心的利益というふうに呼んでいるので、何が何でも、まあ、ちょっとした犠牲は厭わずにですね、まあ、それを達成するべき利益と言ってもいいかもしれませんが、相手が戦争をしてでも守るべき利益というものを脅かさないことによって、相手の戦争の動機をなくす安心供与というものが不可欠ですよ。まあ、冷戦時代も冷たい戦争で全然こうハッピーな時代ではないんだけれども、まあ、アメリカとソ連の間には少なくとも、まあ、戦争はなかったというのは、お互いが核兵器は使わないと、お互いを侵略し合わないというのは、まあ、もちろんそのあちこちで代理戦争されていたことは忘れてはいけないんですけれども、まあ、少なくともここは越えないよっていうレッドラインをお互いが共有をしていたというところがあって、まあ、なかなか安心供与、信頼供与と言われる信頼っていうと、なんとなくハートフルな温かいイメージがあるんですけど、まあ、そんな温かい信頼ではないにせよ、安心供与というものをまあ与え合っていかなきゃいけない。そのためにはお互いが交流をし、対話をし、お互いの考えていることを向こうに伝え合うというようなことを、つまり外交というものが欠かせなくなってくるということになります。なので外交がない軍事力拡大は全く抑止力になっていないんだというところを確認しておきたいというふうに思います。で、次なんですけれども、台湾有事を回避するために、まあ、今から外交をしていかなきゃいけないんだよということを提案をしておりまして、これは一番下からお話をしたいと思うんですが、まあ、中国に対してというのは、まあ、もちろん拡大をし続ける軍事力というものについて、懸念は示し続けなくてはいけないんですけれども、まあ、台湾に武力行使をもしすればですね、まあ、ウクライナの戦争の時に私たちがロシアで、実際に見てきたように、国際的に、まあ、非難は高まるでしょうと。しかも中国というのはロシアにましてですね、貿易立国であり、貿易が途絶えた時に国の中に与える影響というのはものすごく大きいものがある。もし台湾に軍事侵攻を中国がしてしまうようなことが仮にあればですね、あなたのその貿易立国というのは潰れますよと、国は持たないですよと。先ほど誰かお話したか、今日してないですかね、アメリカの CSIS というシンクタンクの出している
台湾有事のシミュレーションみたいなものでもですね、中国は持たないだろうと、共産党も、その地位自体を維持していくこと自体が、政権を維持していくこと自体が難しいのが台湾有事の結末だろうというふうに、書いているんですね。どういう結論になるんですか。中国自体 もう破壊的な、破滅的な被害は及ぶということは間違いないということあるので、いうことをちゃんと悟してですね、悟すという単語も良くないかもしれませんが、伝えてですね、日本は、これは私の立場ではないけれど、日本の政府としてはですね、軍事面ではアメリカをきっと日本政府は支援をするんだろうというようなことはあるんだけれども、でもねと、台湾の一方的な独立の動きっていうのは支持をしないんだよと、日中共同宣言1972年の合意にあるように、中国の一つの中国という理念を尊重しますよということを繰り返すことで、自制を求めていかなきゃいけないと。で、真ん中、台湾ですけど、台湾に対してはですね、日本と台湾の民間レベルの交流というものは深く維持をしながら、でも分離独立はしないようにしましょうねと、これあんま心配ないんですよね。分離独立今したいと、直ちにしたいという台湾の方って1割いないので、実際そこは問題がないんですけど、ポイントはですね、民間レベルの交流を維持しながら、これなんかこう聞こえはいいで、民間レベルで仲良くやりましょうということじゃなくてですね、それは仲良くやるのはいいんだけれど、国同士みたいな付き合い方をするんじゃないよと、そういうことなんですね。それをすればですね、中国は刺激をされて、アメリカみたいにですね、もうじきアメリカの下院議長が再びナンシー・ペロシさんに次いで次の議長になったケビン・マッカーシーさんという人が訪台するというふうに言われてますけれども、そういうことをアメリカは繰り返すもんだから、中国が刺激をされてですね、どうしてみんな国扱いするんだということで、中国も台湾について、非常に高派な政策を取っていくということがあるので、民間レベルの交流を維持しながらというのは国レベルの交流をするんじゃないよということを言っていて、しかし、民間レベルでの交流というのは深くしていきましょうねということを言っています。で、このアメリカに対してというのも赤字で書いてあるので、強調したいところなんですけれども、アメリカに対してはですね、その今申し上げたようなケビン・マッカーシーさんの訪問というようなことがもう騒がれていて、3月までにはするんじゃないか。ナンシー・ペロシさんが去年の8月に訪台をした時には、ご存知のように中国はそれに対して事前に告知をしていたようにですね、台湾海峡、台湾を越えてのミサイル発砲というのを、演習と称してやりまして、日本の経済的排他的経済水域の方にその着弾があったというようなことで、日本でも中国に対する非常に強い批判というのは起きたわけですけれども、あれはもちろん中国のに対してそんなことやるなという批判するのは当たり前なんですけれど、もともとやるよって言ってたところにナンシー・ペロシがこう自分の支持率を国の中で上げて、もうじき引退するので、その最後の威信をかけてですね、絶対訪問するわとか言って訪問しちゃったことにも原因が強くあるわけで、そこに対して日本はあんたが言ったからこういうことになったじゃないかということで、ちゃんとこう文句を本当は言わなくちゃいけないんですけれども、岸田さんはナンシー・ペロシさんが訪台した後に日本にもウェルカムということで迎えている。今度、ケビン・マッカーシーさんが訪台すればですね、中国はまたあの時以上のひょっとしたら演習をするのかもしれない。その可能性がもう見えているにもかかわらず、そのマッカーシー下院議長の交代というものをぜひしてくださいとか、あるいは行ってきたんですねと、ウェルカムですと、また岸田さんを迎えるというようなことが目に見えるわけですけれども、そのアメリカに対しての対立姿勢、中国に対しての過度な対立姿勢というものをこの5年ぐらい特に目立ちますけれども、こういったものをするなよということを言う。そして、何といっても一番鍵になるのはですね、私の考えでは米軍基地、この CSIS、アミテージ内報告書なんかを出しているシンクタンクがCSIS 研究機関ですけれども、 CSIS からこの間出されたその台湾の有事のシミュレーションでもですね、日本の参戦、日本の基地が使えると、 在日米軍基地が台湾有事で使えるということが決定的に台湾有事で、アメリカ側が勝利することの鍵になるだろうというふうに書いてあるわけですよね。だから日本がですね、こう在日米軍基地を使わせなければ、日本がアメリカに加担しなければ台湾有事でアメリカは勝てないっぽいんですね、そういう話を信じるのであればですね。で、そうだ、少なくともアメリカは絶対に在日米軍基地は使いたいと思っているし、日本も相当程度台湾有事で頑張ってくれなきゃ困るというふうに思っているわけです。ですので、日本がですね、本気で、反撃を受けて日本の国民が死ぬと、日本の国民が命を落とすということを避けたいのであれば、日本にある米軍基地っていうのは常にいつでも使わせるなんてことじゃないんだよと、
知ってますかと。日本とアメリカっていうのは交換公文とい う, こう、まあ、一種の条約みたいなものを交わしていて、今使っているやり方と別の使い方でですね、在日米軍基地を使うようなことがある場合には、それは改めてですね、日米の間で事前協議というもので話し合わしなきゃいけないんですよということを決まってるんですね。一応決まってるんです。なので日本としては、台湾有事に直接出撃を日本のこの領土の上からするなんていうことであれば、ちゃんと事前協議を持ってください。で、日本の国民が反撃をされてターゲットになる、そして殺されるなんてことがあるんだったら、必ずしもそこでイエスなんて言わないよっていうことを、まあ、アメリカに言っていく必要があるというふうに思います。もちろんこういうのを言うとですね、伊波さんとかにもこの前別の機会で同席したときに、こんなもの日本は言うわけないじゃないかみたいなさらって言うんで、そんなの伊波さんに言われちゃ困ったもんで、言わないなんて分かってるんですよ。言わないの分かってるんだけど、それを国民世論が盛り上げて言わせなきゃいけないんですよね。で、少なくとも これだけうるさい国民がいるっていうことを少なくともメディアに載せて、アメリカの国民に示すと、アメリカの政府に示すというぐらいの、まあ、気合でですね、絶対在日米軍基地からの直接出撃は許さない、じゃないと近くに住んでる私たちだって命を落とすかもしれないんだからっていうような運動を展開していかなきゃいけないだろうというふうに思っています。なんとその CSIS の報告書の中にもですね、事前協議というものがあって、日本の方はどうやらこれは日本から許可を取らないと出撃ができないというふうに理解されているらしいと。で、アメリカの方では日本にやるよって報告すればいいっていうふうに、なんか理解の違いがあるらしいと。このギャップを埋めていかなきゃいけないよねって、まあ、そこまで丁寧に書いてませんけど、そういうようなことが数行書いてあります。なので、そのこう日本の方ではどうやら許可を取らなきゃいけないらしいと、アメリカでも思っている、影響力のある人がいるっていうことなので、そうなんだよ、許可取らなきゃいけないんだよっていうように、なんか私が放っておくと、多分なんか岸田さんがしたあたり、これは別に許可はいらないですか、なんか勝手にどっかで言いそう、答弁かなんかで言いそうなので、その前にですね、運動を盛り上げていく必要があるかなというふうに思います。で、まあ、さっきASEANの話はどなたがされたんだったかな、そうだ、布施さんが最後にしっかりお話されていたんですけれども、ここはちょっと後で丁寧にお話したいと思います。あと、まあ、敵基地攻撃能力は持つのは愚策であるということと、その最後にですね、黒丸提言の 1ページ目の最後ですけど、まあ、戦争については被害というものをちゃんとですね、共有して、もしいろんな作戦をこれはとっても安全になるんだよと、敵基地攻撃能力を持てば日本の国民命を落とす人はすごく少ないんだよみたいなことを言いたいんだったらね、じゃあね、この作戦をやった場合には何人命を落とすという計算でやってるんですかと。そこを隠してですね、誰も死にませんみたいな、全員安全ですみたいな、こう表向きかっこいいことを言いながらですね、実際戦争になったらたくさんの人が命を落とすんですよね、いうようなことをちゃんと被害想定もした上で、で、私たちに政策の提言をしてくれない限りですね、それは本当に欺瞞でしかないというふうに思います。他の新報でも紹介したんですけど、私この君たち中国に勝てるのかという元自衛官の最高幹部が書いている対談も最近読み終わったんですけど、この本でも、まあ、戦争になって大変になったら、結局自助、共助、公助の順ですねと、自助ですって言うんですよ、国民保護で、何のために自衛隊あるんだろうって思うじゃないですか。で、なんかこの人たち過激だなと思って、まあでも自衛隊幹部、最高幹部ですから、うんと、そういうふうに考えるんだなと思って別の本を読んだんですよ、国民保護。そこにも自助って書いてあって、あ、結局国民保護って国の方みんな自助で、自分たちで自分の命は守ってねって言うんだな、どの本を読んでも自助なんですよ、国民保護について最近の本っていうのは。なので皆さん、本当に戦争は絶対始めさせちゃいけないし、始まったら自分で命を守らないと誰も守ってくれないということは、本当にこれからの、まあ、平和運動をやる方の中で、戦争になったら自分でやらなきゃいけないなということを止めて運動していただけたらなと、まあ、必死にやらなきゃいけないということを言いたいんですけれども、お願いできればと思います。で、最後にその ASEAN の関係で、私は外交でですね、ぜひモデルにしていきたいということで、こう ASEAN を取り上げたいというふうに思っています。もちろん ASEAN がですね、その ASEAN 中心とした東アジアサミットとか、そういう素晴らしい機構を作っているということもそうなんですけど、もっと端的にですね、こうアメリカと中国の間で極めて、したたかなバランス外交をやっているというところが、私は素晴らしいというふうに思っています。今ここに取り上げているのは ASEAN 外相会議で、まあ、ASEAN は地域の平和と安定を脅かす争いにとらわれたくないよということを言っていますということを、まあ、書いているんですけれども、例えばシンガポールのリー・シェンロン首相というのは、Don't make us choose ということを、アメリカで一番、あるいは世界で一番影響力のある外交雑誌フォーリンアフェアーズに投稿してですね、アメリカも大事だけど中国も大事だよと、
アジア諸国は米中のいずれか一つを選ぶという選択をされることを望んでいないということを言ってですね、この投稿でもアメリカの驚いたということというか、こうふざけるなと思いつつ何も言えなかったというかですね、その後の東南アジアに対するアメリカの接し方というのも激しく変わります。ものすごく丁重に東南アジアを扱うことになります。それからまあ皆さんの中では人権問題であまり好きではない方も多いと思いますが、ドゥテルテ大統領という前大統領がいますけれども、フィリピンのですね、はこうご存知のように中国に接近をし、アメリカに対して地位協定の破棄を突きつけるというようなこともしたりします。この方の姿勢表明演説、フィリピン国会のですね、もう素晴らしいですよ。我が国民の中には中国と戦争してほしいと、島を奪われそうになっているので、それを取り返すために軍隊を送ってくれという国民がいるのは知っていると。なんだけれども、自分はそれをしてほしいんだったら大統領にはなりたくない、俺を選ぶな、そんなことしたら中国にフィリピンが勝てるわけないだろう、戦争以外の方法で解決をしていくしかないんだということを話しているんですよね。そういう意味で、まあ、Don't make us choose というのは本当にシンガポールだけでなく東南アジア 全国に浸透していてですね、他の例を挙げれば、例えばアメリカ、イギリス、オーストラリアのオークスという軍事同盟が2年ほど前に設立をされた時もですね、マレーシアとかインドネシアがこぞってですね、この地域の軍事的な緊張を高めてくれるなよという、 こう設立の発表があった瞬間にですね、こういった声明を出してるんですね。当然日本はこの地域の安定に寄与するウェルカムというメッセージを岸防衛大臣当時ですけれどもが出しています。まあ、こういう外交というのは本当にすごいなというふうに思っていて、今これからの国会というのは安保三文書の改定は素晴らしいものなんだけど、財源がどこから出てくるか分かんないねみたいな、そんなすごいこう本質からそれた議論というのが進んでいくんだと思うんですが、お金がないよね、どこかから持ってこなくちゃいけないよね、福祉のお金回らないよね、保育園も少子化対策も必要なのにそっちのお金が回らないよね言ってるわけですよね。マレーシア、インドネシア、この声明を出すためにただ誰かがパソコンで打ってウェブサイトに載せるだけなんですよ。全くいらないんですよ、お金が。という意味で、日本がやれることっていうのは可能性を自分で封じ込めているっていう問題がありますけれども、やれることっていうのは本当にたくさんあるだろうというふうに思っています。で、まあ、ASEAN についてはですね、ここにちょっと細かく説明しませんけれども、ASEAN のアメリカと中国のその対立に関しての立場というのはどういうものかというのを見るとですね、一番多い 48% は自分たちの一体性を高めて対応力を高めていく、 ASEAN として頑張る。2つ目の 31% 緑のところはですね、中国のサイドにもアメリカのサイドにもつかないということを表明している。で、赤の 14% っていうのが、ごめんなさい、赤がそうですね、赤が第三極を目指しますというふうに言っている。なんとですね、アメリカと中国のこのライバル戦いの中でですね、アメリカの味方につきますか、中国の味方につきますか、どっちの味方につきますかって言ってるのは、この水色の 3% しかいないんですよ。 100% のうちの 97% の人っていうのがアメリカも中国も選ばないって言ってるんですよね。このなんていうバランス感覚、それでこそ中小国の知恵だろうというふうに思います。で、この点も世論調査です、しつこくて、そうは言うけど、あんたどっちか絶対選べって言ったらどっち選ぶのっていう世論調査もその後に続けてやっていて、それで出ている答えというのは、なんと10カ国中7カ国がもはや中国を選ぶという ASEAN の現実というのもあります。まあ、これも本当に私たちが民主主義国アメリカの代表についていけば間違いないと思っているけれども、世界はそうなってないということを認識しなきゃいけないというところだと思うんですけれども、まあ、最後のまとめになりますが、まあ、日本だってこう取るべき立ち位置としてはですね、現実的にはDon't make us choose、 中国、アメリカどっちかを選べと言われても選べないんだということを認識を、まあ、改めなくちゃいけない。で、こう、まあ、大国意識が強くてですね、いつまでも日本はこうアメリカの一番の部下として、アジアの中で中国に対峙する前線でなきゃいけないみたいな感じになってますけれども、日本もミドルパワーの国であるということを認識をして、韓国だとか東南アジアなどのですね、Don't make us choose と叫ぶ国々とも連帯をしてですね、米中対立の緩和を呼びかけていかないといけないというふうに思います。なので外交でやれること、今日すぐやるのはケビン・マッカーシー台湾に行くなんていうことですし、3ヶ月以内ぐらいにやるべきことっていうと、日本にある在日米軍基地を事前協議なしにですね、使っちゃいけないよというようなことを訴えるということですし、もっと長期的な視点で言えば、ちゃんと中国とアメリカの両方を見た、まあ、東南アジアに学ぶお金のかからないですね、バランス外交で地域の安定を図っていく、まあ、やれることは本当にたくさんあるだろうというふうに思っています。今の ASEAN 等のお話はですね、あんまり知られてないので、もしよかったら
今日ちょっと販売をそちら後ろでさせていただいているんですが、米中の狭間を生き抜くという書籍を今日このお持ちしておりますので、よかったらご購入いただければというふうに思います。私の発表は以上です。ありがとうございました。非常に限られた時間の中で大変示唆に富むお話をいただいたと思います。3名の先生方に大きな拍手をお願いいたします。続きまして特別報告に移りたいと思います。名古屋学院大学の教授の飯島茂明先生、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。聞こえますでしょうか。聞こえてます。ありがとうございます。本当でしたら今日田里議員ってですね、与那国島で反対運動をしている先生にですね、登壇いただこうかなと思ったんですけど、ちょっと不幸があったということで私の方が話をさせていただくことになりました。パネルの方も見えてますか。ちょっと確認させてください。見えております。ありがとうございます。じゃあこちらのパネルに沿ってですね、話の方を5分弱で話をさせていただきたいと思います。これを挟んだらちょっと怒られちゃうかもしれないかなと思って私挟まなかったんですけども、今年1月に与那国島にやっぱ行ってきました。でこういう馬がいたりですね、ヤギなんかがこうやって自然に歩いたり、本当に自然豊かなところです。私が初めて行った時なんかも雇われかなんか道路歩いて、本当にこうやって歩いてんだなって豊かなところだったんですけども、残念ながらこういったものが軍事の島に変えられてしまっています。でその変えたというのは、もちろん自衛隊がですね、生き残りっていう側面もありますけども、アメリカから要請されまして、このケビミアっていうですね、沖縄の人間は譲りたがりの名人だっていうふうに言ってですね、日本総領事首になった人間ですけど、私から言わせると彼こそ譲りたがりの名人だ、本当にゴロ好きだとしか言えないような人間だと思います。で彼がこの決断にできない日本って本の中で、こういうことを言ってます。日本のですね、一番西にあります与那国島から、台北っていうのはこれ間違いだと思いますけど、台湾まで110キロに過ぎないと。だからいざって時には戦略拠点の一つになるでしょうみたいなことを言いまして、彼なんかが働きかけて石垣島とか与那国島に自衛隊が配備されるようになりました。で結局2016年に自衛隊が配備されています。でこの印美岳はですね、大体与那国島の真ん中辺にございまして、高いところにございます。でこのクーラっていうところもやっぱりレーダー基地がございまして、この2つのものが中国の船だったり飛行機なんかを管制するってことになります。こういった形で与那国島っていうのは言い方ですけど戦争の目とされている、そういった現実がございます。でその戦争の目にされているってだけじゃなくて、軍事訓練なんかも行われました。去年の11月ですけども、実はこの鳥取県の美保基地からですね、福岡県の築城まで行きまして、この C2 が築城に飛んでると。でここに16式機動戦闘車が映ってますけども、これは北熊本からですね、わざわざ高度走ってきて福岡県の築城まで来ると。でそれで築城で積んできて那覇に寄って、それで与那国島までこれを来ているわけです。で実際にこうやってですね、C2 から16式機動戦闘車を下ろして、実際にこうやって公道を走らすということをしています。で16式機動戦闘車っていうのは、タイヤで走る戦車とも言われてまして、砲力としましては74式戦車に匹敵するような砲力を持ちます。でこれを走らせた目的、これ簡単です。要するに実際に与那国島にこれが使えるのかどうかっていうのを試した、そういったことからしますと、与那国島っていうのを戦場にする訓練だってことが一つ言えます。あと二つなんですけども、実はこの16式下ろしただけじゃなくて、海兵隊の人と自衛隊のトップが来て作戦会議なんかもしてます。で実はこの11月17日の時うまくいかなかったみたいで、2週間後にまた同じようなですね、作戦会議の訓練を与那国島でしてます。でこういった形で与那国島っていうのは戦争に巻き込まれる、そういった実態がございます。で今言った金騒動と呼ばれる訓練なんですけども、これわざと細かくは紹介しませんけども、これを全部地図に落とすと、もう沖縄本島から沖縄全体がもう蜂の巣をつついたような、そういった軍事訓練になっています。そういった形でもう与那国島
だけでなく沖縄本島も、まあ、軍事訓練の拠点とされているという実態がございます。で今度ですけども、実は与那国島がこれだけでは進まなくてですね、もっと増強されるということになっています。先ほどこのインビラケのレーダー紹介しましたけど、今5本あります。これが2023年度には6本にされて、あの電子戦部隊に活用されるようになります。こういった、まあ、これは別にあの今回 の, あの3文書で想定されたわけではないんですけども、このミサイル部隊配備というのは今回の3文書で配備されました。で2016年にですね、あの与那国島にこれ配備されるとき、さすがにミサイル部隊まではやっぱりあの刺激が強すぎだろうってことでレーダー部隊でとどめられたんですけども、ただ今回に関してはもうミサイル部隊も置くことにされていると。でさて、あのこの馬のですね、あの後ろが実は陸上自衛隊のグラウンドです。グラウンドっていうにしてはどうも大きすぎますので、まあ、いざって時にはそのオスプレイだったり S35B なんかが発着する訓練、あの出撃基地にされるんだろうなっていうのはこれ想像がつきますけれども、実はこれの裏にミサイル の, あの基地なんかが作られることになっています。今日そこにですけども、フォートミン主義 の, あの2月号3月号売ってるかと思うんですけど、そこにはここの写真なんかも掲載してますのでご覧いただければと思います。で、まあそれだけじゃなくて司令部を近くすると、あるいはシェルターを作るってことを言ってます。で空港とか港湾っていうのは実は昔からあった話なんですけども、司令部を近くする、あるいはシェルターを作るっていうのはどういうことかって言いますと、もうこれ与那国の司令部が攻撃されるってことを想定してるわけです。こういったことがですね、まあ果たしてあのやっぱり平和的生存権ということからあの正当化できるのか。で今回の安保三文書の一番最後になります防衛力整備計画を見ますと、こういったことが書かれています。南西地域における衛星機能の強化にあたっては自衛隊の破棄地の機能及び交換性、まあ、これはちょっと私補足しますけど、交換性を拡張することが有効と考えられるから、同病院の病床の増加、診療科の増設、地下等の機能等を図ると。あ、地下で実はこれ以外にもいろんなことを言ってるんですけども、自衛隊那覇基地の病床を増やしましょう、あるいは地下機能を作りましょうなんてことは、もう自衛隊那覇基地自体が実は攻撃される、聞いてはですけども、あの病院関係者も攻撃されるってことをですね想定している、そういうことになります。で、まあ、時間の関係で走りながら言いますけども、これあの率直に申し上げて、あの沖縄だけの話なのかってことに話をつなげたいと思います。でちょっとあのここに書きませんでしたけども、あちょっと抜かしますけども、実は那覇基地にはですけども、那覇基地もあの、まあ、地下化されると同時に電子パルス基地も作られるってことが想定されています。私電子パルス基地が作られるなんてはっきり言って目を疑ったんですけども、電子パルスなんかがの攻撃を受けるってことがあれば、ちょっとわざと先に飛ばしますけども、核攻撃あるいはそれ以上の攻撃 の, あの犠牲者、経済的損失が出るってこともかあの想定してるんだってことになろうかと思います。まあ、時間の関係でわざと端折って言いますけども、この、まあ、例えばあの2017年の5月24日付の読売新聞なんかを見ますと、もしアメリカでですね電磁パルス攻撃が受けた場合、人口3億人余りのアメリカで1年間に 90% 以上が死ぬ可能性があるってことを、まあ、議会に報告書が出されているわけです。実はですけども、那覇基地もそうですけども、福岡県の築城基地、あるいはあの宮崎県のニューターバル基地、府中基地、これは東京ですよね、あるいは千歳基地、北海道でも電磁パルス攻撃対策をするってことを言ってるわけです。そうなりますと南西地域は大変ですね、地下化ですねだけで済むのかってことになろうかと思います。で、あのまとめに入らせていただきますけども、まあ、与那国基地、あるいは、あ、与那国、あるいは今年3月にできますけども、1月にもミサイル部隊が置かれます。宮古島、沖縄本島、奄美大島なんかには、もうミサイル部隊が配備される、あるいはもうこれから配備されるということになります。当然攻撃対象になります。で、こういった国はですけども、あ、こういった地域はですけども、平和的生存権の侵害ということがあろうかと思います。で繰り返しになりますけども、沖縄大変ですねってだけでは済まなくて、電磁パルス攻撃なんてことを想定しているってことがあれば、やはりこれは核攻撃以上の犠牲者もやっぱり想定しているということになります。
平和だって、あ、戦争だって考えるのはよっぽどの平和ボケだと。だから戦争を回避する平和的外交手段が必要だってことを沖縄の現実を踏まえた上で紹介させていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございます。飯島先生、ご報告いただきましてありがとうございました。続きまして主催者側から、ご支援のお願いをしたいと思います。私どもの活動はですね、日々の、皆様からのご支援によって支えられております。私どもの活動にご賛同いただける方は、ぜひともカンパの方をお願いしたいと思います。カンパ袋2つございますけど持ってはありますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。財政大変逼迫しておりますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。続きましてアピール採択に入りたいと思います。会計問題対策法律家6団体連絡会所属の久保木弁護士にアピール文の読み上げをしていただきます。よろしくお願いします。はい、はい、すいません、ただいま、紹介いただきました、6団体の弁護士の久保木です。すいません、時間がかなり限られてきておりますので、皆さんのお手元に2枚紙でアピール文がございます。敵地攻撃能力保有の核決定に反対する市民集会アピール、こちら普段からちょっと私それなりに早口なんですけども、ちょっと本当に時間もないのでさらに早口で読み上げますので、ぜひ皆さんお手元で確認しながら採択へと進めればと思います。でそれでは読み上げます。岸田政権は昨年12月16日関連3文書の改定を閣議決定し、防衛費を5年間で計43兆円の大幅増とするとともに、敵基地攻撃能力、反撃能力の保有を新方針として決定しました。この閣議決定は、確定された文書自身が認めている通り、日本の安全保障政策の大転換であり、憲法9条に基づく専守防衛を逸脱するものです。日本は、先の大戦において、中国などを侵攻し、コタバリや真珠湾への奇襲攻撃により、泥沼のアジア太平洋戦争に突入し、自国及び他国に対し多くの惨禍をもたらした反省から、二度と政府の行為によって戦争の惨禍を繰り返さないと決意して、憲法9条を定めました。憲法9条のもと、自衛のための必要最小限度実力組織としての自衛隊は、専守防衛の方針とともに、1、外国からの武力攻撃が切ない限り武力を行使せず、その場合であっても2、他に手段がないとに限って、3、その武力攻撃を排除するために必要最小限度の武力行使にとどめるという武力行使3要件、旧3要件の制約を受けていました。また、日本政府はこれまで性能上もここから相手との壊滅的な破壊のために用いられる攻撃的兵器は戦力にあたり、憲法9条2項で禁止されると説明してきました。しかし、2015年に成立した安保法制戦争法は、武力行使の旧3要件をの丸1を我が国と密接な関係にある他国への武力攻撃が発生した場合には武力行使ができると改定し、これが審査要件ですか。集団的自衛権の行使を容認したほか、海外における米軍などの戦闘行為の後方支援活動も広く認めました。加えて今回の敵基地攻撃能力の保有の閣議決定は、既に安保法制によって揺らいでいた丸3の要件をさらにこれに禁止、加えて憲法9条2項が禁じる攻撃的兵器の保有を認めるものです。これにより憲法9条による制約は事実上取り払われ、自衛隊は平和憲法の縛りを受けない普通の軍隊へと変わろうとしています。政府は先制攻撃をしないことを根拠に専守防衛の方針には変わりがないと表明をしますが、先制攻撃をしないことは国連憲章上のルールであり、どの国の軍隊も守らなければならないものです。憲法9条は単に国際法上違法な先制攻撃をしないとすでにとどまらず、海外での武力行使はしない、相手国の領域を攻撃する兵器を持たないと定めている点にこそ独自の意味があり、専守防衛はその憲法9条の精神のとりからの武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その対応も自衛のための必要最小限度に限る自動的な防衛戦略であることは政府自身も認めてきたところです。先の安保法制に加え今回の閣議決定が専守防衛を逸脱するものであることは明らかです。また現在米中間の緊張関係を背景として台湾有事が取り沙汰されています。安保法制によって集団的自衛権を行使することになった日本は、この台湾有事を契機にして米中戦争に発展した場合には戦争に参加せざるを得ない状況にあります。敵基地攻撃能力の保有はそのことも睨み、米国が日本にこれまでの盾だけではなく国を持たすものだと見ることができます。安保法制によって日本は戦争ができる国に、敵基地攻撃能力の保有によって日本は戦争する国になろうとしているのです。台湾有事にアメリカが軍事介入し日本が再生することになれば、軍事拠点となる与那国島、石垣島、宮古島、沖縄、奄美大島、マニ島等の南西地域、九州をはじめとする日本全土が戦場となり、甚大な被害が及ぶことは避けられません。安保関連3文書改定のもう一つの大きな問題は、5年間で43兆円とされる大幅な防衛費増です。
これにより政府は2027年には軍事費は現在の規模の約2倍とし GDP 比 2% を達成させる目論みです。仮にこの目論みが達成されれば日本は世界第3位の軍事大国となります。しかし政府が深刻な懸念と位置づける中国は今でも日本の6倍程度の軍事費を計上しており、その額は年々上昇しています。さらに中国は日本の5倍程度の GDP を有していますので、日本が貿易を増額しようものなのか、それに対抗して簡単に貿易を増やすことができます。安全保障のジレンマによって、軍拡は相手国のさらなる軍拡を招くだけであって、軍拡によっては安全は永遠に得られません。他方、国民生活は物価高、社会保険料負担の増加によって苦しいものとなっています。岸田政権は今回の貿易大増額に際して、先発の防衛増税をすることを発表していますが、国民の生活をさらに苦しくもするものであって、国民の意向に逆行しています。実際に世論調査を見ても、防衛増税は反対が賛成を大きく上回っています。歳出削減によって防衛費を捻出するにしても、社会保障費や教育費などが削られる危険があり、国民生活が圧迫されることに変わりはありません。すでに世界最悪の赤字状態である日本の国家財政は、今回無謀ともいえる防衛費増によって、またの道に落ちざるは得ません。限りある資源や予算は、社会保障の充実、教育、子育て支援の強化等に充てられるべきです。私たちは安保法制、戦争法の廃止を求めてきましたが、岸田政権による密室での安保関連3文書改定も見つかず、敵地攻撃能力の保有、攻撃の大幅増によって戦争ができる国から戦争をする国へと日本を専門させることを断じて許しません。私たちは市民と野党の共闘によって安保関連3文書の閣議決定の撤回にを強く求めるとともに、閣議決定に基づく防衛予算増や関連法案の成立に反対します。それでは、こちらの、以上のアピール文なんですが、採択、はい、ではアピール採択に入りたいと思います。アピール採択にご賛同いただける方は、拍手をお願いします。ありがとうございます。無事採択されたということになります。今カンパをいただきまして、合計 21,645 円のカンパを頂戴いたしました。ありがとうございました。では閉会の挨拶に移らせていただきます。球場会見の全国市民アクション運営委員でありながら、球場の会の事務局長を務められております小森洋一さんから閉会の挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。見事な早口で文章が読み上げられましたが、本当に今の局面の中で、今日のこの集会で確認された、地点はとても大事だろうと思います。岸田文雄政権による改憲を絶対許さない運動を、一緒に進めていく決意を固めることができたと思います。共に頑張っていきましょう。ありがとうございました。少女駆け足の議事ではございましたけれども、本日予定していた議事は全て終了となります。皆様お忙しい中ご参加いただきましてありがとうございました。